アラジン。昔々、アラジンという名の貧しい少年がいました。ある日、アラジンは悪い男に雇われました。男は危険な洞窟から魔法のランプを取ってくるよう言いました。悪い男は透明人間になれる魔法の指輪をアラジンに渡しました。悪い男はアラジンに危険な洞窟の場所を教えました。男はとても危険だと知っていたので、アラジンと一緒には行きませんでした。洞窟の中でアラジンは魔法の指輪をこすりました。アラジンは透明人間になり、魔法のランプを手に入れました。